参ったな。さっきまでめっちゃ楽しかったのにな。さっきまでめっちゃ楽しかったのに。超へこむんだけど。超へこむわ。はい、ただいま。編集してきました。非公開にしてきました。どうも。話題変えようぜ。はい、何アピールは、そんなんやんねえよ。コビ売らねえから俺。配信で飯食ってんだよこっちは。配信で飯食ってんだよ。自分のプライベートを切り売りしてここまでやってきたんだよ俺は。ただやさぐれてる。若干やさぐれてる。若干やさぐれてる。俺がね、2年目の配信者だったら号泣してね、配信引退するって言ってた。悪いな。こっそら4年目じゃ。はい、ワード2。2年目の配信者だったらへばってたよ。ただね、もうね、配信の神様に捧げちゃってるから俺。リスは狙わねえよ。世間の風当たりは冷てえな。今頃多分2チャンネルでもカタカタ見てんだろうな。2チャンネルカチ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 見てんだろうな。スレッド立たないかな。姉ちゃんがニコ生の配信者と付き合ってるんだが。すれたい。家族が配信者と付き合ってるんだが笑った。わら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 っていうすれたいが。今どっかにのわ、にちゃんのスレッドに立ち上がってるはずだよ。誰？いや、男なんだけど、男配信者なんだけど、そこそこ有名。すごい評判悪いんだよね。誰だよ。ゆいがか。いや、そこまで有名じゃない。もう、最悪だよ、本当に。ネット社会怖いわ、本当。ありそうだよね。そのスレッド絶対面白いよね。俺も見ちゃうわ、それ。それは見るわ。のんたんから LINE で嫌になったって聞かれたんだけど、なったに決まってんだろうがよ。嫌になったってハテナマークで来たんだけど、なるに決まってるだろうっていうね。心折れるだろ、こんなの。自分で立ててみよう。立てねえわ。自演とかしたことねえわ。はい、ワード2。マルリナさんいらっしゃい。楽しんでって。よいしょ。まあ、生主と付き合うって大変だよな。だから、結局、生主同士になっちゃうんだよ。風船10個ありがとう。結婚してからも家族との付き合いがあるから。いやー、もういいわ。なんか、結婚とか、結局、遠い夢だったんだなっていうのは思ったよ。俺に結婚とかやっぱ遠い。だから、夢見ちまってたんだよ、俺は。夢見ちまってたんだよ。ダメだよ、俺は配信者だったよ。アイアム配信者だったわ。忘れてたわ。そういうことだよ。いや、結局そういうことでしょ。
配信者ね、結婚できないよね。うん。そうだよね。やっぱヒッピー貫かないとダメだな。うん、ヒッピー。所詮やっぱ、底辺だから。所詮動物園の動物だから。そう、人間扱いされないんだよ。ミニ FM だと言い張る。やべえな、ほんと。やべえな。いや、これが YouTuber だったら全然違うんでしょ。だから、瀬戸康史だったら全然違うんだよ、これが。はじめ社長とか瀬戸康史だったら。いくら稼いでるの?とか言われちゃうんだよ。いくら稼いでるの?すごいね。腹立つ。差別でしょ、これ。完全に俺が今受けてんの、風評被害と差別でしょ。仕事決まった?親が万歳で受け入れる?うん。いやもうなんかもう絶望だわ、ほんと。おでんツンツンの友達だと思われてるからね。おでんツンツンの友達だよ、ほんとに。あれだろっつって。スタバに爆竹投げるようなやつだろとか。うん。バールで家襲撃されるやつだろとかさ。いや、そうなるでしょ。もう、ニコ生見ない人からしたらさ、あれだろ、警察署で踊るやつだろとか、電車の中でストッキング履くやつだろとか、全部一緒でしょ、もう。有名どころは全部一緒の扱いでしょ。うん、ああ、自分の知名度を呪うわ。この微妙な知名度を呪うわ。行き切ってないこの微妙に知られてるギリギリのライン。多分俺がギリギリのラインだと思うよ。うん、ああ、聞いたことあるっていう。ギリギリのライン。もうこれをね、ちょっともう上まで行くともう笑い話になってくるんだけど、確かに、付き合ってる人が和道とかリアルだよね、なんか。家族からすると、うわー、リアルだなーって思わない?なんか。超リアルだなーって思うよね。いや、めっちゃリアルでしょ?いやもう、俺の気持ち、俺今もうマジで本気で泣きそうだからね、マジで。ほんと、ここ数年で一番聞いてるわ、ほんと。聞くだろ、こんなの。超聞いてるよ。ああ。俺なんかやった?俺なんかやった?マジで。聞くだろ、こんなの。今が一番潤ってるね。収入的に言ったら。先月が、11月が18万だったから、18万8千円だから、今が一番潤ってるかな。ワドはバカには見えない。いや、嫌でしょ。だってもう、前条件が詐欺師とか小敷とか書いてあるんだよ。だって小敷だと思われてるんだよ。小敷とか詐欺師だと思われてる奴が挨拶に来るってさ、もう騙しに来ると思われてんのよ。俺、普通に挨拶しても騙されるんじゃねえかみたいな感じでしょ。何それ。はあ、笑えねえ。笑えねえ、マジで。やだよな、自分の息子が父さん、本気で結婚したい人がいるんだ、紹介するよって言ったら。
桃襟とかだったらびっくりするぞ。お父さん、あんなーとか言って。うち、かわいいやろーって。声でかいわ。なあ、かわいいやんなーっつって。やだよね。すっげえやだよね。お前、こんなのと付き合ってたのってなるぞ。うん。はぁ。説得とかじゃないでしょ、もう。もうやだ。もうやだ。もう寝たい、今日。もう。もう今日寝たい、俺。なんか、挨拶すること決定したんだけど。のんたんのご利用しで、挨拶すること決定したんだけど。すごいよね。あの、挨拶する側も、挨拶される側も乗り気じゃない、挨拶。のんたん一人で挨拶してもらいたくて、彼女はキャッキャッキャしてるけど、挨拶する俺と挨拶される弟が全くやる気ないっていう。ごめん。いや、声でかいんだよ、今日。悪い。マイク絞るわ。あ。これくらいでどう？まだでかいかな。あ。音 OK だったら手挙げてください。音どうですか？音どうですか？皆さん。マイク OK だったら手挙げてください。ありがとう。ああ、まあ、桃襟はまだマシか、テレビ出たから。OK、ありがとう。風船ありがとう。いやあ、もう、年末しんどいわ。年末黒歴史の予感しかしない。話せば5回解けるかな。誰かもうさ、ダミーでさ、なんか他の配信者逆に連れてかない？実は和道じゃなかったって言って、ロハコさんとか連れてこうよ、ちょっと。もうどうせさ、しっちゃかめっちゃかになるの分かってるんだったら、ロハコさんに代わりに挨拶。実は僕だったんですね。つって。あ、弟さん、お兄さんと付き合ってるのは和道さんじゃないんです。僕です。って言って。ゲイですけど。テレビの後？配信いつやんの？ダメ？だってなんかうまくいきそうな気がしないんだけども。心折れてるんだけど。完全に負け戦なんだけど。いや、現実逃避したくなるでしょ。現実逃避するでしょ、そんなの。はい、ワドツーアンミー。いや、もう最悪だよ、ほんと。やべえな、なんだろう。生活保護抜けるとかそういうことよりもなんか重たい宿題を抱えてるよね、俺。重たい宿題を抱えてるんだけど。俺違うんだよ。あの、家族と挨拶、ただでさえトラウマなの。なんでかっていうと俺、あの、初めましての挨拶で殴り合いになりそうになったことがあって。あの、子供生まれた時の家族と、なんかもう、本当にぶん殴り合いにまで発展し、怒鳴り合いになって、その記憶が蘇るんだよね。その記憶が。嫌な予感しかしねえな。だからやらかすタイプなんだよ、俺がもともと。俺がもともと、その、だからもう、あれだよ。夢見てたんだよ。幸せになろうとかさ。幸せになろうとか、なんかまともになろうとか、夢見てたんだよ。ちょっとバイトしてみようとか。うん。夢を見てたんだよ。定時制の高校に行って人生やり直そうとしてた俺が間違ってたんだ。バツイチじゃない、俺結婚したことないもん。やべえな。君の映画の記念的ワンシーンになる。大丈夫？どんな音楽流れんのかな？なんかすげえ悲しい音楽流れそうな気がするんだけど。
ヒュルリーラーってならない？別れのシーンにならない大丈夫？ノンタンとお別れのシーンにならない？大丈夫かな？桜舞い散る中に忘れた記憶と、みたいになんない？大丈夫？なんか全部ダメになりそうで怖えわ。はぁ、戦闘シーンになるかな。何食おうかな。配信したまま入っていけば悪く言えないんじゃないかな。いやもうだから攻める、攻めってそういうことだから俺が唯一持ってる武器はそれだからね。拡散力だから拡散力といたずら大好きなリスナーを抱えてるっていう、これは武器だよ。これは武器ですよ。だからいたずらするとか攻撃に転ずるときにね、有効なんだけど、守りに入る、守りに入ったりとか、成功法をやろうとすると、もうとんでもなく武力が弱いんだよ。むしろあだとなるんだよ。そう。攻撃力は高いんだよ。飛び抜けて高いんだよ、配信者は。そう。誰かを潰すとか、誰かを攻撃するっていう時には、超絶大な攻撃力を持ってるんだけど、幾分防御力はないから、俺らには。マジか。まあ、しょうがないよな。うん。菓子折り持って挨拶しよう。これが僕の仕事ですって配信しながら。かっけえ。和道さん、かっけえだよね。多分、俺、それ配信でやったら、リスナーの心、がっちり掴むだろうね。和道も一生ついてくわ、っていうね。俺はそんな和道が大好きだわって、大丈夫、俺らがいるからってなるよね。うん、そう。まあ、でも、のんたん大事な彼女だから、大事な彼女だから挨拶行くよ。のんたん大事な彼女なんで、まあ叩かれてもしょうがないから挨拶は行くよ、ちゃんと。うん、しょうがない。逆に、あ、わかった。逆に、のんたんに俺の親父紹介しようか。それやらない？逆に、俺も行くんだから、お前も行けと。だから挨拶してほしいとかじゃなくて、そういうかっちりじゃなくて、罰ゲーム的なノリで。お前、俺もお前の家族挨拶行くんだから、お前も行って同じ体験してろと。で、お前の自殺配信、親父に見せておくからって言って。僕の彼女こんな彼女なんです、つって。警察、自殺配信やったのあるじゃん。あの YouTube を事前に親父に見せておいて、で、今度連れてくるからっていう。うん。え？迷惑かかんないの？生活保護で。どういうこと？うん。誰にどう迷惑かかんの？うん。ああ、参ったね。参ったわ。うん、腹減ったな。何食おうかな。こんばんは。おい、つかしさんいらっしゃい。こんばんは。あ、デザートありがとうございます。ブラックサンダーにゴールドときな粉あんの知ってる？世帯の状況変わるでしょ？
世帯の状況変わる？うん、ちょっと待って、誰目線で何を話してるのか全然よくわかんないんだけど、何の話をしてんの？世帯の状況変わるって何が？うん、全然意味わかんないんだけど。あの、ブラックサンダーあるじゃん。に、ゴールドときなこが出て、きなこめっちゃうまいの。で、ゴールドはなんか知んないけど、ゴールドって書いてあるから、なんか高級なのよ。10円高いのよ。何なんだろうと思ったら、ココナッツミルクが入ってるの。家まで走って感動のフィナーレ。それいいね。走る、走る、俺たち。流れる汗はそのままに。なんだろうね、あの歌い方いいよね。あの歌い方よくない？あの棒立ちになってさ、こう歌うじゃん。あれずるいよね。あれちょっと感動するよね。限りのない異常熱の、みたいな。なんだっけ、サンプラザ中野の歌い方好きなんだよね、あれ。泣きながらね。コンビニであるの？コンビニである？いや、年末はどう転んでもリスナーは面白い話聞けるよな。羨ましいよな。なんか身を削ってばっかりじゃん。俺もリスナーやりてえわ。こんな全然楽しくないもん、俺。俺がつまんないことほどさ、俺がやりたくないことリスナー美味しいのばっかりだもん。あ、コンビニであるよ。あるあるある。うん。ちょっと前のめりに歌うの好きなんだよね。サンプラズの中の声いいしね。なんか、こう気をつけの姿勢で、ここだけ前に出るんだよね。あの、あれも好きだったな。あの、なんだっけ。あの、電波少年のやつ。コンビニあるよね。うん。うん。ブラックサンダー消えたんだ。ブラックサンダーめちゃめちゃ上やもん。うん。家族が増えるんじゃない？生活保護で。あのね、生活保護って世帯で受けるものなのよ。だからね、多分ね、なんだろう、ピロシキさんの認識が違う。ピロシキさんの認識が違う。まず俺は生活保護抜ける前提で話してて、生活保護抜けたら彼女と一緒に住もうかなって考えてたの。選択肢の一つとして。でもまあ、彼女と住むにしても住まないにしても生活保護は抜けるんだけど、あの、一緒に住むんだったら挨拶ぐらいしとこうねっていう話が、まず前提ね。まず前提。だから、生活保護の問題は、生活保護を抜ける。で、一緒に住むかどうか迷ってる。でもどちらにしろちゃんと真面目に付き合うならご家族にご挨拶しようねっていうのが前提の話になってみんな聞いてるのに、ピロシキさんだけ多分あの認識がずれてるんだよ。だから普段あの配信見てない証拠、うん、コンビニね、きなこはうまいよ。きなこうまい、うん、ミニストップでも売ってんだ。さきちゃん美味しいよね、きなこ。そう。だから、ブログに書かないとダメだよね。ブログに書くよ、生活保護のこと、ちゃんと。多分、生活保護が何なのかを分かってる人が少なすぎるんだよ。多分。バーガープレゼントありがとう。多分ね、生活保護誤解が多すぎる。マジで。ちゃんとね、調べてるっていうか、国民に浸透してないんだよ。それがおかしいんだよ、俺は。もともと国民から税金は勝手にさ、強制で取ってるのに、受けられるサービスがないんだもん。あ、飲んだら全然いいよ。謝らないで。うん。だから別にさ、生活保護なんかみんながもらえる権利なんだから、そのために日本国民のライセンスをさ、買ってるようなもんじゃん、税金払ってるってことは。おかしいんだよ、ちゃんと認知してないっていうことは。義務教育で教えるべきだよ、こんなん。一番大事なことなんだから。精神に関わることなんだ。そう。俺の認識がそこなの。だから、ベーシックインカムをいらないっつってんの。ちゃんと生活保護を国が義務教育で教えろと。うん、あの、困った時こういう制度があるよっていうことをさ、
勝手に調べろっていう態度が腹立つよね。酒飲んだら税金取る、家に住んだら税金取る、ガソリン買ったら税金取る、車買ったら車検だ税金取る、はい免許取るとき税金取る、タバコ吸っても税金取る、おかしいだろってなるでしょ。はい買い物罰金税金 10% っつって、なんだそれってならない？なんでそこは強制なんだよっていう、申告制じゃないじゃん、フェアじゃないんだよね。外国人の生活保護の問題はまた別問題だよ。ノンタンのお家にご挨拶行くんですね。お菓子、菓子折り持ってブラックサンダーのきなこ味。もう、あれだよ、ブラックサンダーのきなこ味こんな持ってくか。お兄さん、どうぞって。僕が世の中で一番美味しいと思ってるお菓子です。つって。舐めてんだろってなるぞ。ブラックサンダーきなこ味を3箱ぐらい買って家族に配るか。でもすごいよね。すごいよね。ノンタンノリノリだから。ノンタンはネタになる、ネタになるって、一人で LINE ではしゃいでるから。和田さんネタになるよって。年末はこれだよみたいになってる。一人だけ楽しいっていう。だから、リスナー目線なんだよね、やっぱり、ノンタンは。ノンタンは一番近くのリスナーだからね。かわいいよね。まあ、その彼女の期待に応えないとね、やっぱりね。配信者としても応えないといけないし、彼氏としても応えていかないとね。わかんないよ。ご挨拶に行くけど、5分後、おい、ガッチャガチャにしてやるよ、この野郎ってなるかもしれないよ。おいつって。おいよ、これでよ、お前よ、来たらよ、ガッチャガチャにしてやっからよ、つって。そうなる可能性もあるからね、ノンタン。そうなる可能性もあるんだよ。それを分かってないとダメだよ、もう。配信者と付き合うっていうことがどれだけリスクあることか。それをノンタンが配信してるでしょ。面白いよね、それ。はい、諸星さんいらっしゃい。やばいでしょ。で、あれでしょ、最後は。すいません、怖くて開けらんないっす、勘弁してください。すいません、怖くて開けられません。今思い出しても笑うわ、こんな。こんな今思い出しても笑うな。おつるさーんってね。あー面白いな、神回ってああいうの言うんだよな。いや俺今思い出したんだけども、笑いがこみ上げてくるもん。うん、すごいよね本当に。いやこれがね、リスナーさんから面白いの送られてきたんだよ。あの俺 BGM 探してたの覚えてる？あの、うなちゃんが使ってた BGM 探してるってリスナーさんに言ってたら、あの、古代さんっていうリスナーさんがいるでしょ？で、古代さんが面白いサイト見つけたって言って、これなんだけど、これうなちゃんマンのサイトなの。わかる？うなちゃんマンのボタンがこうやってあるサイトで、これ面白いよ、ワドって言って見つけてくれたの。このサイト神がかってるよ。ちょっと押してみようか。どれがいい？どれがいいか選んで。どれがいい？どれがいい？みんな。選んでください。すごいでしょ？じゃあこれ行くか。ありがとうございます。ありがとうございます。あのさ。かけ切り。これすごいでしょ？これ超面白いよね。ガチで俺へこんだから。これやばいでしょ？おい。アホが。これ全部収録されてんの。やっぱここまで行くとレジェンドだよね。2000円払ってんのかよ。オゲ、来た。かっこいいや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 。やべえな、やっぱ何回聞いても面白いんだよね。これ俺夜中一人でポチってるから。かっこいいや。いいでしょ。頼むよ。悪くない。悪くない。恋人。
恋人。すごいよね。なんのよ。これで窓を練習しなって言われて、ここに全部佐野の音源が残ってるから、これで練習しろって言われた。うん。おい！声でかいよ。おい！おら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 。え？うるせえんだよ、この野郎。これいいよね、このサイトいいよね。うん、ありがとうございます。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 いや、やめてくれよ。でもこれ初期のやつなんだよね。勘弁してくださいとかがないし、バールもないから、ピッケルさんのとこもないから、これ映像、画像を見るとかなり初期のやつなんだよ。うなちゃんマンの127個の音源があるってすごくない？ラブ佐野なの？ラブ佐野なの？あんたたち行くわよ。やばい。いやー、ここまで行かないとね、やっぱね。キャリア14年。いやー、でも気持ちよかったな。うん。ボーイって。いや、俺ね、声張る系は似てないんだよね。うん。実はね、自分の声質でできるやつしかやってないの。お願い。せやないやろ。うん。あ、こういうね、拗ねてる時の苦手なの。じゃあいいんじゃないですか。こういうの、ね。じゃあいいんじゃないですか。声張らないのは苦手。じゃあいいんじゃないですか。そういうことですね。これいいな。とにかく俺の勝ち。とにかく俺の勝ち。いやーこれずっとね、もう一人でノンタイいないときずっとこれやってるんだよね、一人で。はいはい。はいはい、どうぞ。はい、以上です。はい、NG でーす。これ調子いい時だな。はい、NG でーす。はいはい、NG でーす。はいはい、NG でーす。今、ネタですか、サメ島。こんにちは。そういうことじゃない。そういうことですね。サメ島。またサメ島、ネタですか。打ちのめしてんじゃねえ、てめえ。はい、どうも。な、なんでもいいよ。無理。よろしく。よろしく。よろしくお願いします。体、なまっちゃうぜ。腹いってえ、これ。これ、古代さん、ほんといいの見つけたよね。全部サウだからね。無駄オツ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 。おがね、濁らないんだね。無駄オツ。無駄オツ。難しいな、やっぱ。楽しく行こうぜ。楽し、違うんだよな。やっぱ違うんだよな。やっぱね。うん、これ、あれだよね。DJ できるよね。ティッティリティッ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 話ができないよ。絶対やめないで。おい、絡んでくんなよ。絡んでくんなよ。早く持って帰ってよ。ダマメにはもったいねえ。いや、ありがとう、古代さん。古代さん、ありがとうございます。いやー、洗脳されるよね。うなちゃんマン SE っていうサイト。そのまんま。うなちゃんマン SE っていうサイトだね。レジェンドだわ。レジェンドだわ。楽しくなっちゃうよね。よくこんなん作るわ。すごい。すごい。いやーもう面白いよね。やっぱね。古代さんが面白いっていうのはみんな笑うからね。やっぱね。うん、なかなかいいセンスだよね。
じゃあそろそろ終わりにしようかな。なんか終わりにするわ。お風呂でも入って、ちょっとシミュレーションするわ。ご家族とのご挨拶を。菓子折り持ってったり、なんかこう、スマイルをしてみたり。いろいろ考えてみるわ、ちょっと。小内さんすごいよね。センスあるよね。じゃあみんなお疲れ。またおやすみ。また明日。ありがとうね。今日も楽しかったよ。また明日楽しみましょう。お疲れ様でーす。おつおつー。ありがとうございました。おつおつー。みんなお疲れ。ありがとうね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。